違って日中もいいですね。色合いがはっきりと見えて日中も最高です。グアナファトの街並みです。目で見てもそうですけど、カメラのファインダーっていうんですか、カメラの目線でまた枠内で見るとまた絵になる。これがグアナファトです。これはやばい、明らかに虫ですけど、これチャプリネ。このね、美しい景色の中で私は虫を今食べようとしてるんですよ。いただきます。ああ、塩気の効いた味がついてるから、まあ食べれなくはない。まあ、昆虫食はねかなり栄養価高いっていうんで、まあ、旅の栄養補給にちょっと買ってみましょうか。立体的かつカラフルなんで、もう本当芸術作品みたいなんですよ。これを見てて飽きない。ずっといられますね。なんか。さて、ピピラの丘から、ケーブルカーでピピラの丘まで登りましたが、降りるときは徒歩でこのウォールアートを楽しみながら行きたいと思います。